花協会のメンバーの一部、1905年、東京にて、前列左端が高校、右から二人目が総教人化協会は、新末に高校が中心となり組織された革命組織の一つ。活動方針は、新潮の打倒と民主及び自由国家の建設であった。1903年、高校は運動員の身分で、日本より深国に帰国。 革命の準備に向けた活動に従事した。高校は、上海で、素宝編集長であった、小師匠などの審パ人士と知り合い、調査明徳学道校長の小本の招待を受け、部署を経て、調査に戻った。高校は、明徳学道時代に、東文講習所日本語学校教師に着任、数広市の革命軍、沈天下の猛海党、 形成賞などの革命活動家の書籍を大量に翻訳した。これらの活動は革命団体の連絡と宣伝に大きな功績を残し、後に花教会が成立する基礎が築かれた。これらの活動は保守派の反発を招き、明徳学道の当事長であった竜明等の活動中心の要請を受けた高校は、革命活動に一命を捧げることとし、明徳学道教師を辞して学校に、 革命運動の責任が及ばないようにした。そして、資金調達のために、自身の実家である高校故郷売却している。これに対し、実家に住んでいたイボは、一切の不平を言うことなく、高校の行為を支持し、親戚と共に転居している。1903年11月4日、高校は30歳の誕生日を祝うことを名目に、小師匠、法苑誠、隆起一、 総教人、修身室子、上仏、生ける、小明、大方氏、畑育など、12人を、調査歩行局地またの法縁誠自宅に招き、革命団体設立の協議を行った。会議では、工業開発を名目とする花教講師を設立し、入会者には株券を発行。この株券を、会員賞とし、同心保満、透明さん清を合言葉に、 花協会が成立した。会長には高校が、副会長には、総教人、劉起一が選出され、一章より各章へ革命を拡大する、戦略方針と満足の駆逐と、中華復活が確認された。花協会には帰国した、留学生や国内各学道の知識階級を、中心に504名が参加した。会員は、コ南や上海をはじめ、東京などに同和高い。 交換会、愛国協会、新華会、住人会などの分会が設置され、当時、中国を蹴る最も影響力を有する、阪神組織であった。また、高校は、コナム太郎タロー会リーダーの馬府駅に対し、武装法規協力を説得、武装法規時に人員と輸送用の馬の提供を求めた。十分な参加者が集まったことで、高校は、計画を前倒して調査で、 武装放棄の決行を決定、竜飛、甘酒竜、皇飛、上徳、武火、宝卿などで革命軍を組織し、調査に進行する計画であり、花協会は高校を、趣旨に、竜気一、幕府駅をそれぞれ征服葬式に選出、決起は1904年旧歴10月10日の、聖大公の誕生日と、風味、祝賀に集結した海南小管理への、 爆弾攻撃を決起の合図とした。しかし、10月に武装放棄の情報が、新庁側に、漏洩、24日には出動した新兵が、花教会機関を捜索し、優徳マサリ、翔太が打破された。高校たちは、高基地艇の飛護を受けて、調査を脱出し、上海に移動。その後、日本に逃亡している。馬服駅は、 後生に逃れたが、翌年に、小生高校に戻り、高校との連絡役を果たし、高校で、再び武装放棄組織の準備を行った。1905年、高所31年春、幕府駅は、浮草号駅で新兵に逮捕され、調査で処刑されている。高校は1904年11月末に、東京に到着し、再び革命活動を展開した。 12月には104名の留学生と共に革命同士会を組織している。1905年に中国に帰国し武装革命を計画したが失敗して再度日本に逃亡している。また、孫文も同年7月19日に東京を訪問し、高校と会談している。会談の結果7月30日に中国革命同盟会準備委員会が開催され、 花協会と公中会は合併し、中国革命同盟会が成立した。花協会の主要メンバーは、中国革命同盟会でも中心的な役割を果たすこととなった。ありがとうございます。